皆さんこんにちは、女流棋士の山口恵理子です。本日はバレンタイン動画ということで、2月14日ですよね。本日ある方にチョコレートを渡したいと思います。そしてそのある方とは3月の YouTube ゲストです。山口恵理子チャンネルに3月にある大物棋士を呼ぼうと思ってます。ということで、そのゲスト棋士の方、早速こちらに来ていただこうと思います。ということで、どうぞお入りください。失礼します。じゃーん。ということで、なんと藤井猛九段に3月のゲストしていただくことになりました。よろしくお願いします。どうもこんにちは。いや、本当に来ていただいてありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい、お邪魔してますということで、はいはい、2月14日で、はい、本日バレンタインなのでチョコレート買ってきました。いいんですか？はい、ありがとうございます。いただきます。はい、はい、わ、ちょっと開けてください。2つ入ってますね。はい、ポケモンです。ポケモンですこれどこで、これはですね、ポケモンセンターとかに売ってます。はい、あとデパートの地下とか結構売ってます。嬉しいですよいいんですか？ぜひぜひ。いつもポケモンカードでお世話になっております。いやいや、こちらの、いや、お世話になってるのこちらの方。いやいや、あのポケモンカードでミュウツーイを獲得されたということで。いやいや、そんな大したあれじゃないんですけど、シールド戦って言って、なんか、そうですね、ちょっと大会ですよね。いつものね、の大会とちょっとルールが違うんで、うん、まあ、あの初心者にもね、チャンスがある大会だったので、たぶんはラッキーになっただけなんで、あのそんな大したことないですけど。著名人とか、あのすごく実力のある方とか、うん、そういう方が集まる大会で、そうですね、いろんな競技をやってる方が集まったっていう、うん、それも今山口さんのおかげです。いや、とんでもないです何をおっしゃってる、うん、ポケモンカードでも優勝されたということですが、藤井猛九段はですね、将棋界の振り飛車党の、私たちにとっては振り飛車党の神だと思ってるんですけど、振り飛車党総裁とか言われてますよね。はい、うん、まあそうですね、そういうことにいつの頃からかなりましたよねだから3人いたんですよ、はい、主な棋士がね。今振り飛車党結構多いですけど、はい、私 と、そのちょっと後輩の久保さんですね、久保九段、そして鈴木九段と、うん、ね、あの当時だから A 級でね、藤井、鈴木、久保、振り飛車党が3人 A 級に在籍するっていう時期があって、はい、で結局3人いるとね、向こう3決となるわけですよ、うん、でそうすると、誰が一番あの、じゃあ1番2番3番決めるじゃないですか。ちょっと僕は年齢的なものと、まあ、あれがあって、なんか一番長男みたいになっちゃって長男なんか2番目よくわかんないですよね。3兄弟みたいな、そうなんですね、振り飛車3兄弟ですね、ということで活躍した時代があったので、はい、そういうふうに言われますね。私が将棋を始めたぐらいの頃に竜王位というタイトルを、うん、将棋界の序列最高のタイトルを獲得されたことで、はい、なんか僕は署名したの免状を持っていらっしゃる。あ、そうです、丸山名人、藤井竜王のお免状が私の天初段の、今売ったらどうですか相当なんで、相当貴重ですよ、丸山名人、藤井竜王でしょ、ね、あと確かそれ以外のは羽生五冠っていうね、羽生五冠、あと2つのタイトル、丸山藤井ね、取った時期1年ぐらいあったんですよ。そうですね、わずか本当ちょっと時代だから、その時の免状は貴重ですよ、はい、ぜひあの売りに出して。いや、宝物なんで売るわけないじゃないですかということで、そんな藤井九段の自己紹介も兼ねてという感じで、ウィキペディアをちょっとご紹介したいなと思います。藤井猛九段は1970年9月29日生まれで、将棋棋士、西村和義九段門下、棋士番号は198番、群馬県沼田市出身、日本将棋連盟非常勤理事を務めたっていうことも書いてあります。あ、そういうこともありましたね。現在50歳、はい、で、うん、もう、うん、ウィキペディアが長すぎてですね、うん、どこ読んでいいかわからないぐらい長いんですけど、ちょっとずつ言いますと、はい、そうですか、将棋のルールを覚えたのは小学校4年生の頃、うんうん、はい、で藤井システムっていう戦法を開発して、はい、あと藤井矢倉、角交換振り飛車、うん、この3個の戦法を開発された、うん、はいはい、そしてタイトル戦も竜王戦なんと3連覇されてます、うん、振り飛車党として A 級も在籍されてましたし、めちゃくちゃ強い振り飛車党っていうの、そして四間飛車の頂点を極めたと。はい、ありがとうございます、いろいろ、はい、
まあ、あの実績はね結構そこそこ僕あるんですよ。長いですもん、めちゃくちゃ、それは長くやってますからねだけどやっぱり将棋の世界はね、結局その 今っていうのがあるから、だから結局そのかつてそういうこともあったけど、じゃあ今は何だって話になってきて、常にこう現役生活長いのでね、やっぱり過去にそういうのがあったけど、まあ、今もう頑張んなきゃいけないんで、こう辛いっていうかね、こうそういう過去の話は置いといてっていう、現役士としてそういう気持ちになりますよね。でもあれですよね、4年前ですか、2016年頃も前期参加の棋戦で優勝してるんですよね、はい、そうですね、銀河戦を優勝したのが今あの そうそれで、ね、結構あの自分の中では気に入ってますね。こう40過ぎてなんか活躍できたのが46歳ですか、45歳11ヶ月ぐらいです。あの銀河戦のまだ最年長記録ですよ。しかもインタビューで視聴者のために藤井システムを選んだんで、そのこと書いてるの、書いてあるそうなんですか、まあ、後押しを、全体的に藤井システムを多く採用したので、まあ、ファンからの後押しもあって優勝できました。そうですね、そういう時もありましたけど、懐かしいですね。あとなんか棋風も特徴がありって書いてありますけど、結構先生いろいろやれますよね、ガジガジ流とか、はい、あのうなぎ屋とか、あ、まあ、自分で言ってますからねこれうなぎ屋っていうのはどういうあれなんですか。いや、たまたまうなぎ屋にたどり着いたんですよ。専門職なんで、はい、どうしても振り飛車って専門分野なんですよ、みんなが全部こうやらなきゃいけないっていうわけじゃなくて、はい、まあ、振り飛車を特に好きな人は振り飛車特に頑張ってねっていう専門分野なんで、あ、だからあの俺専門家かなみたいな、将棋全般の中でもいろんな戦法あるけど俺は振り飛車を提供するお店かなと、ね、だから振り飛車特に四間飛車か、四間飛車に関してだけはちょっと譲れないよみたいな気持ちを、まあ、なんかこう専門店に例えた時にうなぎ屋が浮かんじゃったんですよ。こっちはうなぎしか出さないうなぎ屋だからね、そうそうそう、ファミレスのうなぎにも開けるわけにはいかないと、そうたまたまねそう言ったんですよ、はい、とんかつ屋でもよかったんですよ、とんかつ屋たこ焼きとかでもよかったんですよ、なんか、まあ、なんかうなぎかなと思ってね、うなぎ屋って言ったらそれが結構ファンの方にね気に入ってもらえてね、結構名言メーカーですよね、絶品チーズバーガーとか。絶品チーズバーガーとかだって意味ないでしょいや意味なくないけど、はい、ただこのいい手、素晴らしい手っていうのを絶品チーズバーガー、絶品だけじゃつまんないからチーズバーガーって言ったら受けたって話ですけどね。めちゃくちゃ結構浸透してますけどね、はい、あと人物としてはたけしという名前はボクシング元世界チャンピオンの藤たけしから来ている、好きな食べ物はうどん、嫌いな食べ物は納豆と梅干し、絵が苦手で中学生時代の美術の授業で隣席のクラスメートを描く課題にモデル役の女子学生が泣いてしまった。そうそう、あ、これですよ、これ間違えてますからね、はい、これ間違えてるんですか、はい、訂正させてください、はい、これね、あ、中学1年って書いてありますけど小学校1年の時のエピソードですだいぶ違いますか、ね、エピソード自体は合ってるんですね、エピソード自体はあのお互いのこう教室でね、隣同士の子が全員こうクラスでね、はい、お互いのじゃあ顔を描きましょうって感じですよ、はい、で僕ら1年生でね、小学校1年生でだから普通に書いたんですよ、はい、隣の子のね顔かもね、はい、そしたら泣いちゃったひどくないですか、どんな絵だったんですか、どっちがひどいか分かんないです、僕の絵がひどいのはでもそれ仕方ないことですよ、まあ、小学生ですね、下手なんだから、でしかも、ね、泣いてるから女の子が友達寄ってきてどうしたのっつって、俺の目を見てひどいとかって、他の子までね、わこれはひどいとかって言ってすっごいいじめられたんだから、そうなんですか、もうなんかどうしていいか分かんなくてね、しょうがないですよ下手なんだから、でもそれ以来僕絵描くのやめました、そうなんですか、だって小学校1年生でそんな思いをしたらねきついですよ、はい、だからあのでもこれね間違い、小学校1年生の時のエピソードですからね、はい、間違いないでください、ね、ついでに訂正ついでであのもう一個あるんですか、中学校の時のエピソードがありましてね、はい、これね今でもねあのたまに言われるんですけど、はい、あの僕がねあの昔歌番組って知らないと思いますけど、ザ・ベスト10かな、ザ・ベスト10っていう番組なんですよ、見たことないと思いますけどね、うん、こう今週のランキングっていうのを紹介するんです、でアイドル主にアイドルが多いんですけど、はい、今週の10位から発表していって9位で今週のトップはとかっていう番組あったんですよ、でそれ視聴者リクエストで順位決めていくんですよ、はい、そしたらねあの僕があのそのリクエストしたハガキがテレビで読まれたすごいっていうのがすごいあって、はい、
で、群馬県沼田市の藤井武さんからのリクエストです。中村明菜さんの何かとかとかいうのあったんですよ。でもね、僕じゃないんです、それ。そうなんですか。僕はね、中学時代勉強してて勉強してて、みんなから見てなかったんですよ、はい、僕はいつも見て、割と見てんだけど、その辺見てなくて勉強してたら、姉がね、はい、姉が飛び込んできて、いつ送ったんとかってびっくりしてるわけ。どうしたのみたいな。いや、ハガキ読まれてるよって言うから、何それっていうことになった。で、次の日に学校行ったらもう大変で、みんな群馬県沼田市の藤井武さんだからね、いなそう、いなそう。いや、僕がその中村明菜のリクエストハガキ出して、それが読まれ、全国放送読まれたってことで、もう大変だったですよ。否定するのに、否定、いや、僕違う、僕じゃないんだよってね。で、それがね、YouTube に上がってんのに。そうなんです。誰かが見つけて、それをね、YouTube で上がって、俺見て、俺見て、だから YouTube でそれが上がってて、学校どころじゃなくなっちゃった。今でも、今でもたまにね、言われるんですよ。そうですか。うん、で、それ僕じゃないんだよ。こういう機会でもないと言う機会ないからね。なるほど。もう一人か二人いるんですよ。群馬県沼田市の藤井武さん。藤井武さんぐらいいくらでもいるんですよ、ね。それだけやっぱり藤井武さんがあれだったんですかね。うんうん、まあ全国で何人いるか、全国でね、藤井武さん何人いるかは知りませんけど、同じとこにいたんですね。でもまあ、でもそういうことがあってね。そう、僕じゃないんだけど、なんかその今でもこう YouTube に上がってるのがあるらしくてね。はい、違うよ、すごいなって、誰がそう見つけてくるのかね。それすごいなと思って。確かに、はい、でもこの場を借りて、はい、訂正させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ということで、いろいろお話伺ってまいりましたが、うん、はい、あれですね、ゲストで今回来ていただくわけですが、はい、何を教えていただけるんでしょうか。ね、いろいろやろうと思ってましてね、はい、まあ富士システムですよ、やっぱり。やったやっぱり、やっぱりそうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんか演歌歌手でね、昔のヒット曲を歌うような気分です最近ね。藤井システムっていうと、なんか藤井といえば藤井システムっていうとね、この人といえばこの歌みたいな感じでね、懐かしの歌みたいになってますけどね。まあ私といえば藤井システムの、まあ、講座とか、あと、まあ、実践解説もできたら、はい、少し。でも実践解説っていうとね、難しいんですよ。まあ、でもなんか対局の時に何考えてたかってすごい知りたいので、ぜひ。それも難しいんですよ。だからね、どうしてもね、難しくなっちゃいますよっていうことです。なるほど。難しいのを もうだから、あ、難しいのはっていう人見なくていい。いや、見なきゃダメです。いや、すごい面白いと思うので。あ、寝ててもいいから。先生の解説すごい、なんでしょう、言葉遣いが面白いですよね。とっつきやすいような感じだと思うので、はい、なるべく、分かりやすく心がけている時でもね、自分の実践っていうとどうしてもね、やっぱり難しくなっちゃいますよね。考えてること全部伝えなきゃって思うと、うん、だからまあそうですね、だから強い人は見てください。なるほど、はい、まあでもまあそうですね、まあ、みんなに見ていただけるような講座とか実践解説やりたいですね。ありがとうございます。楽しみにしてます、はい、ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。3月ぜひ楽しみにしていただけたら幸いです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。